カルフールで買ったんだよね。カルフールで買ったのにめっちゃ可愛いね。17ユーロとかだったよね。安かったよね。で私が、このズボンで好きな、ハズレなかったからパジャマにしました。で全然パジャマに、ちょっと待ってママ、このおさくらんぼ取ってあげる。これ取ってて。これ置いた方がいいかな。来てママ。あ、いちごあるじゃん、ほら。取ったらこれ。そっちのいちごある？うん、ほら。取る？こっちの方が大きいのあるよ。うわ、すごっ。すごっ。いっぱいなってるじゃん、取ろう。はい、いいよ、写真撮る。リコも、リアも一つ持ったら。で、リア、これ一週間の行動を紹介するよ。月曜日はこんな感じで、今日からすごい暑いのでママはもう下にシャツ着ないでドレスでこういうサンダルを合わせました。で、私たちは半袖ちょっとだけは何のでそうザラでこの間買ったやつで、ズボンはマッシモズッティっていうところ、ママもこれはマッシモズッティ、多分日本でも売ってると思います。こっちだと89ユーロだった。で、このここにチャームポイントはママのはリボン。あと私のズボンはこんな感じで、ちょっとつらめがちょっと遠いって。パンツが見えないようにこうやって上げて、こうやって紐で縛る。なんか今年の夏はちょっとリゾート風だよね。はい、そういう感じです。で、ママできたよ。見せて。何ができたの？わー、ちょっと狼だったね。ライオンじゃなくて。エリコライオンだったの。と、まあ、ライオン。じゃあなんでライオンの周りになるやつ、あるやつがあるの？かもね。それ怖そうに見え、大きくて怖そうに見えるじゃん。うん。だから狼なんだよ、なんだよ。うん、ライオンはね、大きくて怖そうに見えるために周りにこういう毛があるんだよ。どん。今日さ、あれ面接行ってきたんだよね、インターの。9月からインター行くから。だから今日面接に行ってきた、面接用の洋服。インターはそれ普通の洋服でいいからね、おしゃれな洋服着てないけど。だよね。制服はダメなの？え、制服じゃなくてもいいの？うん、制服始まったらね、学校は。がでも今日は制服じゃなくてもいいの。今日は案内してもらいに行っただけだからね。リアとリコは、インターの面接に行ってきて、ちょっとおしゃれしたんだよね、いつもよりは。新しい洋服を着ました。これはブラウスで、今はあれだから、これ中に入れてるけど外に出してきてもいいよね。でもこれちょっと大きいリアはこのマッシモズって買ったこのスカートとシャツと、リアリコもちょっといつもよりもね、いつもよりもちょっとシックな、シックっていうんだよこういうの、ちょっと大人っぽいでしょ。ママもちょっといつもよりもシックすごいおしゃれね。で、靴はママのは黒で、カバンはこういうのはまあ合わせてます。リコ全然合わせてない。だってリコピンクだもん。あ、そっか。リアとリコはまだ合わせないんだよね。ということでした。リアとリコ、面接どうだった？ちょっとそこに立って言って。面接つまんなかった。あら、そう。
本当に。リアは怖かった。怖かった。カイとカズとジュンの行ってる学校に行くんだよね。ママ、ジュンが見えなかった。ジュンは今日試験中だからね。試験って何？どこで？エグザム。どこで？試験っていうのはテスト。テスト。体育館見せてもらったでしょ？あそこでやってたんだって。でも終わってたんだって。でもお昼からまた試験があるんだって。 OK、 こんな感じだよ。で、靴はこんな感じです。それかわいいよね。履きやすい？痛い。痛い？それは大変なこっちゃな。本当になんかね、買っても買っても足りないよね。ね、ズボン買ったと思ったら全然ないよね。はぁ、あ、まただから今週末ちょっと買いに行かないと。スパッツもないし、ズボンもないし、しゃっくりも出てるし、リアは頭が痛いしね。でもリコしゃっくり好きだよ。うん、ママ、ママさ、雨具はいらないですね。うん、もうそれでいいんじゃない。だからそれの後ろも一緒で、それ軽食、うん、でリコ、リア頭が痛いからもう寝よう。うん、ちょっと待って、トイレ行きたい。うん、行っておいで。ちょっと今日は何もスペシャルなことがないので、はい、おしゃれとかじゃなくてね、今日のコーデ。じゃあリコ、ママと一緒にちょっとここ のコーデだけ見せよう。リコちょっと待って、リコもなんか何もないコーデ。あれ、何もないコーデだよね。私はこう。あれ、リアは可愛いよね、今日。うん、ママなんで。いや、かわいい。私はお花が、ママの顔が映ってなかったから。どうや、こういう、ね、カルフールで買ったんだよね。カルフールで買ったのにめっちゃかわいいよね。はい、17ユーロとかだったよね。安いよね。で、私は、このズボンで好きな、あ、それなかったからパジャマにしました、ね。全然パジャマに、うん、で、ママも今日一日外に出なかったから、ただのスカートと、ね、ただの、そう、はい、ということです。皆さんも寝ましょう。はい、じゃあまた、あ、もう夜です。皆さんさようなら。夏じゃあさようなら。あ、また見てね。バイバイ。うん、このドレスと、うん、で後ろ版が入りました。そうだね、ちょっと大きかったからね。まあこれさ、リアが似合うんだよ。リアが選んで、うん、で、これリアで後ろ版が入って、で、サンダルはこの前買ったやつ。リアはこれは、ギリシャで買ったシャツで、で、ズボンはこれはバーナーのやつで、こういうなんかスペインのマヨルカで作られてサンダル。はい、こういうコーデです。で、ママはこのウェッジソールっていうのかな、このこういうなんか藁でできたようなそこに紐がついてるサンダルと、あと、マッシモズッチのドレス、マッシモズッチ用意。はい、こんな感じです。はい、こんな感じでした。です。